こんにちは、前先生です。星5だけのパーティーでイザナミに挑戦しております。メンツはレビアタン、ヨルムンガンド2匹とフレンドのナポレオンです。はい、でどこまで戦えるかというのを検証したいと思います。検証というか挑戦ですね。ここはまず左上に配置ですね。でヨルムンガンドを使うにあたってわざと重力バリアをゲージ上見せることによって、位置取りがしやすくなります。こんな感じで、あ、見せちゃった。どうぞ。こんな感じです。出てる。これはちょっと横勘でヨルムンガンドを上げていきたい。いやー、全然ダメな配置になっちゃったな。これ本来だったらゲージをミスって重力バリアをに当たって位置取りしやすいんですけど、あ、これヨルムンガンドの位置がいいんでマッチショットを起こせるかもしれないですね。ちょっと動かさないでおきましょう。さてマッチショット挑戦です。さあ、いけるでしょうかと。あ、ガイドライン出てる。あ、これいいですね。これマッチショット置きますね。ガイドラインが出てるときにこうやってモンスターに当たって右のガイドラインが出てないときはマッチショットが置きます。これ置きます。196万。ガイドラインが出てるとマッチショットは簡単に起こせます。ハード取りつつクリアしたいけど大丈夫、ダメかな。惜しい。あ、でも次のためのいい位置に来ましたね。ここは夜のに当ててワンウェイで倒せますね。ハートも取りたいんですけど取れる確率がないからしょうがない。一面クリアです。2面、3面が一番きついんですよね。さてどうしましょうかね。レビュータンのストライクショットは次で使いたいんですよね。ワープ邪魔なんでワープ倒しましょう。あ、倒せなかった。ワープ倒しつつ下に行けたらラッキー。ほい。おお、そっち行っちゃうか。下に配置、マッチ起きたらラッキー。お、起きた。よし、この右下結構起きるんですよね。どうしよっかな。ここで遅延は使いたいんですよ、レビアタンの。ほい、どう当てるべきか。ちょっと頭に当てて横間でワープも遅らしたい。これは1回下に当ててワープの敵に当てて右のシールドの間に挟まりたいですね。弱点なんで行きましょう。
ほい、あ、失敗しましたね。ここはどう行こうかな。ここに直接あし、この左のシールドの右に当たれば入り込めますかね。ちょっと角度がきついかな。やめよう。やってみよう。ダメだ、場所がない、いいところだ。こうします。はい、お、行きましたね。成功。シールドの間に挟まり込みました。でヨルムンガンドが上にいるので、この上のヨルムンガンド、お、上に行かなかった。あ、でもマッチショット起きるポイントですね。これはちょっとヨルムンガンドのワンウェイ、下のヨルムンガンドですね。上は触らない。これレビアタの上行きましょう。はい、まあそんなぐらいですかね。さあここ狙っていきましょう。こんな感じじゃないですかね。はい、はい、行きました。挑戦成功です。ま、ちなみにこれ今テイク1です。テイク1で、成功させることができました。イズナナミは結構マッチショットが起こしやすいので、マッチショットもそうですけど、まあ間に挟まり込む位置取りさえできれば、星5パーティーでも余裕で倒せます。はい、こんな感じです。他の動画も見てください。それではお疲れ様です。